お時間になりましたので始めさせていただきます。タイトルは僕がワードプレスでやったことヒストリー、久津君正さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おはようございます。今日は、これ、まあ、書いてある通りですけど、まあ、僕がワールドプレスで、まあ、やることの話をしたいなと思います。はい、はい、僕レッスン5っていう名前で、フリーランスでウェブのデザイナーをやっています。今日は山口県から来ています。岡山県出身なんですけど、そのまま、大学に行きまして、で、まあ、フリーランスを受けて、まあ、いきなり自分でフリーランスで、やっています。大体フリーランスを使っているくらいですかね。はい、で今僕、まあまあ、肩書き的なものとしてはフリーランス協会というものがあって事務局のメンバーをさせていただいています。あとワードベンチ山口というワードプレスのコミュニティ、まあ、山口というかのメンバーですね。はい、表向きなところはこんなところです。まあ、仕事としては、ほとんど、関東の仕事を、山口の方で、デザインのコーディングをしているという感じですね。表向きなところはそんなところですが、まあ、プライベートなところなんですけど、僕このウェブの、ね、世界に入ったのは大学生の時に、DJ をやっていて、この時にフライヤーとかっていうことを作ってまして、そこでやっぱなんかデザインって面白いなって思って、まあ、これが仕事にできたらいいなっていうところで、はい、やってますので、まあ、ただ家で行くことも作ってます。まあ、車も好きで、今もないですけど、まあ、ああいう車を持ってきましたが、体験レースとかにも行ってきました。あと猫を暮らしています。猫がすごいですね。はい、あとジョギングもすごいやってて、まあ、大体月間100キロぐらい走ってます。今日も朝、昨日も3時ぐらいにスライドの修正を上げたんですけど、まあ、2時間寝て、朝早く起きて大阪城まで今日も走ってきました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。なんか東京とかでも皇居前とか走ったりするんですけど、なんか大阪城とか淀川の方が走ってくるんです。気持ちよかったです。羨ましいなと思いました。はい、で、セッションタイトルはちょっと分かりにくかったし普通なんですけど、まあ、今日伝えたいことっていうのは、このプライベートワークで仕事ではないことをこうワードプレスになって作ってみて、それで受けたことを、まあ、自分の将来とか仕事にフィードバックしようみたいな話をしたいです。まあ、本当今日伝えたいことはこれだけです。で、まあ、ここで皆さんにちょっと質問なんですけど、まあ、僕も定期的にこれ自分には問いかけてるんですけど、最近仕事以外で、まあ、デザインとか、まあ、したりとか、そういうことですね。まあ、皆さんそれぞれ仕事があるんですよね、違うと思うので、その自分の仕事と得意なことだと思うんですけど、それまあ仕事じゃなくて、自分のためだったり、友達のためだったり、そういうことがあるかなと思います。まあ、これがまあプライベートワークだと。まあ、僕はこのプライベートワークっていうのをなんかスキルアップというか自分の成長につなげるためのきっかけとしていて、まあ、僕はやっぱ仕事っていうのは、まあ、ざっくり言ってしまえば、まあ、まあ、所詮他人のことかなっていう気はするんですよね。どうしても自分がやりたくてそれをやってるわけではないので、まあ、でも仕事でもやっぱやりがいはあるし気持ちに応えたいっていうのもあるので、まあ、もちろんそれはそれで充実だと思うんですけど、まあ、プライベートワークみたいなものだと、まあ、自分のことをがベースになってくるので、まあ、やりたいっていう気持ちが、まあ、ないと、まあ、そういうことにはならないかなと思います。はい、でまあ、この仕事だと、まあ、結構ね、このウェブの業界とかだと分業が進んでて、もうデザインならデザインだけしかしないとか、まあ、ディレクターならディレクターだけっていうところで求められる技術っていうのがある程度幅が固定されてしまうので、まあ、仕事を続けていてもその枠内の仕事のスキルはすごく溜まっていくと思うんですが、それ以外のところがなかなか身についていかないのかなと。まあ、そこは転職テレワークなのでカバーされていることが多いんだろうと思うんですが、まあ、なので新しい職業はなかなか仕事だけだと身につくにくいのかなと思います。で、
まあ、さっきのプライベートの方だと、まあ、一人でやるってなると、まあ、サイト作るのとかデザインもあるし、まあ、コーディングしなきゃいけない、ワードプレスのテーマもあるけど、運用もしなきゃいけないってなってくると、一人でやれる、やらなきゃいけないところが広いので、まあ、やらなきゃいけないことが多いので、まあ、こう幅が広いので、まあ、やったことないこともやらなきゃいけないので、新しいスキルが身につきやすいんじゃないかなと。でなんでプライベートワークやった方がいいのかっていうと、まあ、仕事でやったことないことをやれって言われたときに、そこから勉強するのってすごくしんどいんじゃないかなって思うんですよね。でだから日頃からプライベートワークでやったことないことを減らしておくと、すごくその時仕事で楽ができるんじゃないかなと思います。先に苦労しておこうかな。
まあ、もうちょっと違うことがやってみたいなと思ってで、楽がしたいなと思ってありました。で、サブカルみたいなところもやっぱ流行りですし、そこら辺の動向とかもどんなものなのかなっていうのを自分でやってみないとわからないので、まあ、人に聞いた話じゃなくて自分でやってみてどうやったかっていうのをこう知りたかったので、まあ、ある、このサブカル系の商品なんですけど、抱き枕カバーっていうのがあるんですね。まあ、僕抱き枕カバーとかは使ってないんですけど、まあ、こういうのみんな好きなんだろうなと思ってそれをターゲットにして、まあ、結構値段が違うんですね、サイトによって。それが比較できたら、まあ、見に行ってくれる人がいるのかなと思って、まあ、値段ってどんどん変わっていくし、売り切れになったりするので、そこら辺の、メンテナンスって大変だなと思ってけど、まあ、でもやってみたかったんですけど、楽をして作りたいなと思いました。まあ、どうにか本当にね、時間を溶かして一ビジカというよりかは普段で何かできないかなみたいなところがやってみたかったので、まあ、いろんな EC サイトがあるんでそこを、ね、チェックしてこうなんか書かせるコピーしてみたいなことをやってワードプレスに貼り付けてみたいなことをすると、まあ、一つの商品、まあ、商品あるのに一つの商品、まあ、10本とかだとしょうがないなと思うので、でまあ、スクリーピングっていうものがあって、そのプログラムを動かせば、そのページのデータを自動的に抜いてって、ワードプレスのデータベースに吹き込むみたいなことができるっていうのを、まあ、たまたま見つけてたので、そういうプログラムを書くんですね。僕、そんなデザイナーあかりなので、PHP とかプログラムってすごく苦手だったんですけど、まあ、やらないとできないので、ちょっとやってみようということで、まあ、本とかも買わなかったです。ネットだけで完結しようと思っていろんな参考を見て、少しずつ少しずつ動くように進めていってテストで、で動くようになって最終的には1次サイト5サイト分のデータをボタン1つで大体それを押せば5サイトに載ってる6000商品が全部、ワードプレスに全部ページが6000ページできるみたいな。でもう一回例えば次の日価格が変わってるかもしれないので次の日朝起きたらポチって押したら価格がまた反映されるみたいな、ここまでやりました。でもうやってみるともう本当に僕プログラムさんってすごいなって思うけどこんなに楽をしてるんだなっていうのがよく分かりました。本当にめちゃくちゃ楽でした。勝手にページができるのでもうこれはすごいなと思いました。でGoogle ってなんか同じページがいっぱいあると検索の順位を下げるんですけど、僕ちょっとそこの設計が悪くてページがいっぱいあった方がいいだろうって一つの商品ですけど他のサイトが取り扱ってるので、まあ、5サイトもあると5商品あるってなって、まあ、その5ページ作ってしまったんですけどそれが良くなくてそれがなんか重複コンテンツになったんで受け取られて、まあ、そうならないようにコンテンツがなんかコメントで別でつけたりして別にはしてたんですけど、結局重複コンテンツみたいになってしまって、基本的に全然検索に上がらなくなってしまって、まあ、これは本当に一つの商品で、まあ、他の取り扱いサイト分の商品がここで出るぐらいで、商品1ページにとれば多分良かったのかなと思います。で、やってみて身についたのは、まあ、PHP が書けなかったのがだいぶ書けるようになったっていうのはすごく僕は嬉しかったですね、はい。まあ、だからやってみると他の人が書いてるページも見たら少しは分かるようになるので、まあ、やらなければ一生分からなかったなっていうところがやってみて分かるっていうのはすごく良かったです。あとAPI ですね、まあ、本当に API って最初何なんだろうっていうぐらいなところだったんですけど、まあ、せっかく Yahoo とか楽天とかにもそういう同じ商品が出てるので楽天の API を叩いて同じ商品があればそこの価格を出すみたいなことをやってみたので、あ、こうやってみんな他のサイトのデータ引っ掛けてるんだなみたいなところがやってみて分かりました、はい。とあとですね、重複コンテンツみたいになって推奨的には全然ダメだったんで、まあ、そこはまあこういうことやっちゃダメなんだなっていうところでやっちゃいけないこともうちょっとちゃんと設計しないとダメだなっていうところはすごく勉強になりました。まあ、でもですね、まあ、一応、まあ、
まあ、ちょっとでもお金が入ったらいいなと思ってハッピーエイドにしてるんですけど、この実施コンテンツになる前は結構検索で売れてたので、この1ヶ月で本当にいきなり10万円ぐらいは売れたんで、もうちょっと跳ねるかなと思ったんですけど、まあ、構造ページサイトの構造を変えればまだいけるのかなと思って、まあ、まだちょっと放置してますね、ずっと。で、まあ、そんな感じです。僕はこれがすごく大きかったですね。自分のメインのフィールドから外れたプログラムをやったっていうのがすごく自信にもなったし、やればできるかなと思ったのがすごく良かったです。で、SEO でこけたので、じゃあここにこけたからここを上げるのはもう無理だから、ここから引っ張ってくれないかなっていうのを考え始めて、まあ、アテナサイトっていうのがね、まあ、ちょっと、まあ、2ちゃん寄りな感じ、まとめサイトみたいな感じなんですけど、まあ、他のところから引っ張っていきたいなと、もう難しいので、ちょっとやってみようと思って。で、アテナですね、本当、隙間裏カバーを、買ってる人はみんなレビューをするんですね。生地の触り具合がどうだったとか、この新作の生地ダメだったとかみたいなことをやってる人がいるんですけど、それをまとめてるとこはどこにもないんですよ。だからみんな個別で見に行ってると思うんですけど、それをまとめてここに行けたら、そういうレビューを書いてる人たちの、一覧が出たり、あと新発売の情報とかもここに全部まとめていて、情報を知って、で、まあ、ここがあれば隙間裏カバー好きな人ここに来るだろうと思って、まあ、ここから自分が作ったサイトに飛んでくれたらいいなみたいなところをやってみました。なかなかこうウェブ制作で仕事で受けてるときに一つのサイトは作るけど、集客するためにもう一個サイトを作るかなと思って、やってもいいと思うけどなかなかやらないと思うんですよね、インスタからぐらいなものなんですけど、まあ、本当はこういうのやってもいいのかなと思うので、実際にやってみて、検索でもすごく引っかかるようになったので、ここは結構、まあ、そんなに跳ねてないですけど、ビデオ的には思ったよりありました。で、本当に簡単で、やったことは、まあ、ワードプレスインストールします。適当にテーマ選びます。で、RSS からそのワードプレス内の自分の記事にできるっていう、まあ、ちょっと他の記事パクってるみたいなプラグインがあるんですけど、そうまともに使えば、あそこ取り込んだ記事の一覧なんですけど、押したらそのコピー元の自分のサイトの詳細ページが出てくるんですけど、それだとパクったことになるので、それはいけないだろうと思って、あそこ押せばその人のサイトに行くみたいな感じにしてますね。ただジャンプするだけみたいな感じで、そういうプラグインを入れて、まあ、そういうレビュー書いてるサイトもやっぱり日頃変わっていくので、ちょっと1週間くらい検索して、お新しい人書いてるなみたいな、新しいサイトあるなと思ったら、そこの RSS をこの管理画面からポチッと登録したら、あとは毎日そこ自動的に更新されて、もう僕もこれ 2,3 年放置してますけど、ずっと更新されてて、人は来てる、やってみて思ったのは、本当にレビューを書いてる、もうすごく見に来るので、もう本当にコアな人が来るようになって、でみんな紹介してくれました、こういうまとめサイトができてるみたいな感じで、ヒリングがすごい増えて、それもすごく良かったですね、はい。でまあ、やったことないことは、まあ、もちろん身についてる人は好きなんですけど、まあ、なんかこう結果を出すためにもう一個サイトを作るかな、別のサイトをやってみるみたいなことをやってみた経験は、まあ、もう人に聞かれても喋れるのでやったことだからです、まあ、そこはすごく、はい、ポイントは本当に放置で OK、楽でチーム、どんどん楽化したいなと思います。もうデザインなんかどうでもいいそういうのを求められてねということで、でそこで、まあ、なかなか難しいなと思いました。ああいう、例えばサブカルとかだと流行りだし、もしかしたらあれが下火になってしまったら人が来なくなるとか、まあ、続ける意味があるのかなと思ったので、まあ、ちょっと長続きして、できることがいいなっていうのと、皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、ウェブ制作、僕フリーランスで今40歳なんですよね。でこれ50でまだやってんのかなとか、60になったらどうしようかなみたいなことも考えるし、まあ、どっかに就職するのかなとか、まあ、そういうのも嫌だなと思ったので、まあ、その今は自分はウェブ制作がメインですけど、他のこともやり始めないと将来下地を作りたいなというのがあったので、まあ、僕はちょっと猫が好きなので、
どうせなら好きなことでいこうと思って、僕はまあサイト作ってますけど、その前提としては僕猫のグッズが売りたいなと。せっかく EC サイトとかもデザインも全部できるんだから、それを自分でね商品だけ作って、そういうのをネットで売ってしまえばいいじゃんと思って、まあ商品の企画とかも全部考えてて、予算とかも全部取ってるんですけど、でも作っても売るのってみんな大変だな、皆さん仕事受けてるのも他の人のものを売るために受けてるんだろうっていうのが多いと思うんで、まあ、売るのが大変だなと思って、まあ、そうなってくると広告とか打つとまたお金がかかってくるじゃないですか。でなんかそういうのが嫌なのでじゃあもう集客できる猫に関するサイトを先に自分で作っておけば、ここに自分で無料で広告出せばいいなと思ってっていうので先にメディアを作り始めました。で、まあ、猫ってこのさっきみたいなサブカルじゃない、猫100年後もいます。なので猫好きは絶対いなくならない、息の長いビジネスができるだろうなって思います。で、まあ、みんなネットとかだとね、やっぱり犬より猫がするのかなっていうところがあるので、まあバズりやすいみたいなところがあるので、ツイッターのフォロワーも少しずつずっと増やし続けています。まあ商品を作ったらすぐ発射できるようにしたいですし、いきなり波に乗せたいので、まあクロスルートみたいなことなんだ、まあそういう下地を作りたいなと思って全部やりました。なんでどんな、じゃあ猫の猫に関するサイトで人が来るところってなると、まあ、僕猫と住んでるからいいんですけど、飼えない人もいるので、まあ、猫カフェね、あるんで、行きたい人はすごくツイッターで見ると行きたそうにしてるんですけど、で、まあ、みんな検索してて、でも旅行先で行くみたいな人も結構いたので、なんかまとめてこれは需要があるなと思ったので、まあそこちょっと見えてますけど、全国の猫カフェ、まあ、一覧を作りました。でここももう落下したかったので、クラウドハウスっていう、全国のベースのエクセルだけ作っておいて、1.5 店舗分ぐらい作って、あと全店舗分これ入れてくださいっていう依頼を出して、それを2万円ぐらいで依頼して、でそれでエクセルで購入してもらって CSV で全部一気にワードプレスに登録するみたいな感じで、で、まあ、やっぱりライバルのサイトがあるんですよね。猫カフェだと他にもまとめてるとこがあるんですけど、まあ、ちょっと見た目が古臭いとか、更新されてない、量が少ない、写真がないみたいな感じで、穴が結構見えたので、これ全部取れたら勝てるなと思ったので、まあ、そこを目指してやろうと思いました。で、まあ、あと他に、まあ、クラウドワークス使ってたんで、まあ、ちょっとなんかいつも僕受注する側ですけど発注する立場もやってみたいなということで、まあ、内田さんにみたいなこともクラウドワークスやってみました。はい。でやってみたのが、まあ猫の猫カフェのアプリと、まあ、猫の種類ですね。まあ、マルチだとか、なんかいろんな猫の種類で、あの人を借りたりとか、その猫がどんな猫なのかっていう大切なページを作ったりとか、あと、まあ、ライターさんにお伺いした、まあ、まあ、なんで猫が他の猫を舐めたりとかみたいなものをやってみました。はい。でこれもね、少しポッチしてるんですけど、で、この猫カフェの一覧を作ってます。で、大阪とかだとこういうふうにあって、まあ、僕、あざとく、まあ、これはあざとくやっていこうと思ったので、ここにソーシャルでのシェア数を全部出してるんですけど、で、シェア数図に並ぶようにしてるんです。だから多分欲を書いてあそこの一番上に行きたいからシェアする人はいるだろうなというところで、まあ、シェア数順で並べるように下にしています。とあと写真がないというところがすごく大きかったと思うので他のサイトを見ても、で実際に、まあ、なかなかみんなやらないんだろうなと思ってけどやってみようと思ったんですけど、僕一店舗一店舗直にメールを打ちました。写真を使わせてください、勝手に用意していただいてもいいですし、送ってもらったらそれを追加します。それかこっちで SNS 上のものを勝手に取ってこれでいいですか、こっち選んだものでいいですかっていうので、直接連絡を取って返事はなかったところもありますし、ありがとうございますみたいな感じで、もうぜひ大阪来た時は寄ってくださいみたいなで、ご家族さんもいたりするので、それはすごく反応が良かったですし、実際にこう写真が、まあ、実際にこういうふうに上で用意してくれたりするので、
こはとても大きかったです。で、グッズを売りたいというのもあるので、そのためにも布石にもなっていて、もし僕がグッズを作れば全部テストで猫壁さんに売れば使ってくれて写真を撮ってあげてくれる、またバズりやすいので、まあ活力として勝ちたいんですよね。なので準備を一回してみたいみたいなところが、まあ、あと、まあ、そこは自分が考えて、まあ、本当に難しいことじゃないと思うんですよね。ライブ調べてどこを撮ってるかなっていうのを潰してあげればいいと思うの で、あとライターさん、僕もそんなにライターじゃないんですけど、まあ、ブログ書いてたから、まあ、書けるのを書けるんで、参考で全部自分で書いてみたんですよね。これくらいのものを作ってくださいみたいなものを作ってて、で2500文字で依頼を出してたんですけど、結構ライターさんによっては全然レベルが違って、その修正依頼文、僕の修正依頼文が2000文字とかになったりするんですよ。俺はもうおかしいことやってんなみたいな感じになるんですよね。自分で全部書いた方が早いのかなと思うんですけど、だから編集ってすごく大変だなっていうのが僕やってみてよく分かりました。はい、で本当に編集はすっごい大変です。時間取られるし、全部見なきゃいけないし、こう僕が分かってるけどその人は分かんないなっていうから説明するのも難しいし、なのでこうテンプレートみたいなものも注意文とかもすごく作って、それを事前に共有してやってもらうみたいなことをやりました。まあ、そこは本当に発注側になるっていうのは初めてのことだったので、まあ、小規模なことですけど、すごくいい勉強になりました。でコンテンツの企画次第で、まあ、猫っていうところは、まあ、伸びるんだろうなと思います。まあ、今ペットホテルの一覧とかも作ろうかなと思っていて、はい、まあ、いろいろコンテンツができるし、まあ、こう里親を探している人たちとか譲渡会の全国イベント一覧みたいなのも作れると思うので、まあ、そうなってくるとどんどんコンテンツ増えればもっと増えると思います。はい、まあ、これ、まあ、自分で作っているもので出してないのもありますけど、まあ、こういったことを、まあ、本当にこれ 誰かにやれって言われているわけでもないし、誰かからお金もらえるわけでもないので、まあ、やりたいからやっているみたいなところはありますね。はい、そういうことをやってます。でまとめなんですけど、本当に最初言ったことと同じです。もう新しいスキルが身につきやすいか身につきにくいか、まあ、これは僕の主観なんですけど、僕はフリーランスだからできることを増やしている方が、必要とされるかなと思います。分業されてて、もっと、ね、狭いところで勝負するみたいなことが新しいスキルがいらないのかもしれないんですけど、でも、まあ、その枠内で新しいことをやっていかなきゃいけないみたいなこともあると思うんで、まあ、それを仕事でその場で、身につけていくよりかはプライベートで身につけた方がいいのかなと思います。はい、まあ、それ本当にこれが伝えたかったです。プライベートワークをやっていけば自分の将来広がると思いますし、自分の仕事も幅が出るので、まあ、必要とされる自分になっていくんじゃないかなと思います。でワードプレスってそういう時に、何かを作るときってすごく、時短ができるしノウハウがいっぱいあるので、もう楽をしたいっていう時もあるんですけど、まあ、それも立派なメリットだと思うので、そこはすごくワードプレスには助けてもらってるなと思います。他の CM の人とこんなにできなかったなって思います。はい、でまあ本当にやっぱり困ることはあるし、誰か山口なんて田舎なんてそんなことやってる方はあんまりいないから、実際に顔を合わせて教えてくれる方いないですし、だからそういうところで他の CMS にはないもう知見がもうネット上にたまりにたまってるので、それにはすごく助けてもらいました。はい、であとプライベートワークをやるともう一つメリットがあって、こういうところで発表できることがすることができます。仕事の話ってなかなかしづらいと思うんですけど、自分の話は自由に話せるので、発表することが何かを決めて発表していくっていうのがやっぱり自分の成長につながるし、みんなに、ね、自分のやったことを話してうなずいてくれる方もいらっしゃるんで、そういうのすごく嬉しいな今日お酒美味しいだろうなっていう感じがしますなので、まあ、作ってみるのはすごいいいと思いますし、まあ、そういうのを皆さん、僕はそういうのを聞いてみたい、仕事の話じゃなくてこれが好きだからこれやってんだよねみたいな話の方が僕は聞きたいので、そういう話がどんどんこう、ね、ワードプレスから増えていけばいいのかなと思います。っていったところで、まあ、ぜひ何かやってみて話してみたらいいんじゃないでしょうか。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。何か質問がある方っていらっしゃいますか？
間余裕ございますので何でも質問 OK ですか。何でもウェルカムさんと質問。彼女がいないですらしいです。すごい朝一でその発言はなかなかちょっとあれなんで、まあ、こっそりこっそりいい人いますよとか言ってくればいいんじゃないですか。はい、どうぞ。僕もフリーランスでやってるんですけども、はい、その抱き枕のサイトを作るにあたって、はい、その抱き枕っていうふうにどういうふうに着想したのかなっていうのと、あと、まあ、ここなんか作るときに、どういうことを調べてから作るかなっていうのを聞いてないのかな。なんで抱き枕を買いに行ったかっていうと、まあ、いっぱいあると思うんですよね。こうアニメの名言とかもあると思うし、まあ、サッパル系って幅が広いんで、まあ、グッズがいいだろうな、アフィーがしやすいっていうところだったんで、まあ、アフィーがあるので、まあ、物語を選ぶなっていうところで、フィギュアとかだとこういっぱいありすぎてちょっとこれカバーできないなっていうのがあって、まあ、カテゴリーも複雑になるので、まあ、そういうところで見ると、まあ、その当時ねバズっていたまとめとかのサイトを見るとやっぱりアニマクロカバーで結構バズっているのがあって、まあ、注目度が高かったところをとりあえず知ってみたかったというので、抱き枕カバーっていうのを、まあ、題材としました。で、今後やっていくってなると、僕はやっぱりライバルを調べます。こう、どうしても高い山だと、その人たちの何倍で走らなきゃいけないのかっていうのを考えないといけないですし、こう無駄な、勝てるかどうかわからないことはやりたくないので、勝てるなっていう見込みをこう知りたいので、僕はやっぱりライバルと、まあ、あと僕ご飯食べに行くと思うんですよね。そういうとこの店員さんとか話してこういうのをやりたいんだけど受けるかねみたいな、そういういろんな人にフィードバックを求めます。どうしてもこう仕事仲間だとそういう偏見っていうか自分の枠内で知識が固まってるので、そういうところが外れた普通のものですみたいな話を聞いておりました。はい、私もワードプレス使っているものなんですけど、ちょっとあんまりその私はどっちかというとその PHP とかもわからないですし、はい、ライティングが結構メインなのでやってるんですけど、まあ、このサイト見てたら多分ネコカフェだけで1000記事ぐらいになるんですか。1000ページの記事ぐらいになるんですか。なんかすごい結構たくさんあると思います。コンテンツは増やす必要になってます、はい、CSV で一気に入れ込んだってさっきおっしゃってたんですけど、はい、見てたら説明の文章があって、はい、時間、英語や時間、料金とか、写真があって、道筋があって、はい、あとはあるんですけど、そういうものをこう先ほどおっしゃったように、ボタン一つで記事を作成するみたいな、PHP みたいなのを使ってました。さっきの場合は CSV なので、はい、CSV のインポーターみたいなプラグインがあるんですけど、はい、それの形式にのっとって Excel、CSV を作って、そのデータをインポートするのが、それがまあ、投稿として反映されるというプラグインがあるんですね。で、それで全部ここの記事一つ一つは作ってらっしゃる、はい、写真だけは後で直接やり取りするんで手入力してますけど、はい、写真であれば全部一発で、はい、分かりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。あ、はい、ありがとうございました。今クライアントワークさんとの混ぜって仕事の、はい、まあ、フリーでなんですか。今は結構フリーの、そのやりたいことの方が比率的には結構やっぱりこう、まあ、稼がないといけない人もあるので、まあ、そのクライアントワークっていう、クライアントワークはすごく真面目にやっています。本当に空いた時間でしかプライベートワークはやってないですね。だから忙しい時は全然気をつけないと。ただ個人的にはあるんですけど、まあでも、そこでやめない。もう一回やるっていうところはやってます。まあ、クライアントワークの停止ですね。そこを切るところは今やってます。やっぱりその好きなことをいろいろやっていられるんですけど、仕事以外ゲームしてるから、やっぱり今は仕事でも生きてて、PHP とかもやったりとかっていうのもあるんですか。そうですね、はい、だからその PC サイトでワードプレゼントとかも、やっぱり問い合わせなければ受けれなかった仕事も受けれてますね。あ、本当ね。あと1人2人ぐらい
質問を受けられるんですけど、どなたかいらっしゃいますか？はい。何か、特別な SEO みたいな話ですよ。 SEO としてはそのテクニック的なところって最近はもう実施されないと思うので、とりあえず、本当に、よくどこにも書いてますけど、みんなが探してる情報を出してあげるっていうところなのかなと思うので、そこはマーケティングなところの方が SEO に強いのかなと思いますね。そういうのをどれだけの人が必要としてるかっていうのが自力に分かればと思う、それが SEO なんじゃないかなと。あとコンテンツをとりあえず消すと、あと非リンクが絶対大事なので、非リンク終わったみたいな話になってますけど、実際に運営すると非リンクがないとどうにもならないです。なので非リンクは絶対必要だと思います。わざとやっちゃダメですよ、自然に。他にご質問ある方いらっしゃいますか？もしなければこのセッションをこれで終了したいと思います。ひとつくさんっていう方の会場とかも心配になっちゃったりしますか？あ、はい。あとか、全然聞きたいことがあれば、聞けると思ったことがあれば、全然思います。もしよろしければ、お声掛けして、ちょっと質問などありましたら、やってください。では、それではひとつくさん、ありがとうございました。ありがとうございました。次のセッションは11時5分から